ペチーノさん、ハートありがとう。ただいま、ただいまの後はガラガラジンジン。ガラガラジンジンした？あ、してない。嘘だ。お、嘘ついた。お手手は洗った。そう、今日。おじゃまるさん、たい焼きありがとう。何番目の工藤が一番強く押されてんの？多く押されてんの？知りたい。みんな何番目押してる？てやけ分多すぎって言われとる。ハロー。喉ヌール、喉ヌールしてない。した方がいい。やばい、ちっちゃいエトーがおる。クトー、クトー。歯磨いてからにしようかな。いっか、別にそんな、そんな、そんなルールないもんね。歯磨いてからしてくださいねみたいな。3番目押した？ 2 番目？ちょっと今から喉ヌールしてみようかな。喉ヌールする。これさ、もうハーハーしちゃうやん。これちょっとちょっと怖いんやけど。しかもさ、私 EX クール買ったやん。ちょっとクールすぎたかも。いきます。あただいま。ほがらかなうがいからおえつ。カモラグさん、ありがとう。たい焼き手打ちしました。手打ちしてくれたの。おやっきーさん、たい焼きありがとう。多いって。サンソンさん、ハートありがとう。ただいま。髪の毛さ、ね、ちゃんとさオイルさ塗ってからさ、ストレートにしたからさ、ほらちゃんとまとまってる。毛先まで潤って、ドパッツン前髪も喉の殺菌できたね。これでもう久々のお外はちょっと疲れましたけど楽しかった。空洞ってなっちゃん、お疲れありがとう。ただいま、ただいま。威嚇もできた、威嚇できた。なんか今からハンドマッサージ10分しますよみたいな、そういうなんかお姉さんたちがいて、お姉さんみたいな、すっごくおしゃれですね。私もサングラスかけてこうやって歩いてんの。お姉さんすっごくおしゃれですね。こんなんじゃないよ。キヨニお疲れありがとう。髪の毛綺麗、嬉しい。暑かった？嘘、私結構涼しいかと思ってた。もうこんな、もうこんなサングラスかけて。お姉さんとっても美しい。ごめん、最初にもう、いや威嚇なんてできんくてさ、お姉さんおしゃれですね、今ハンドマッサージしてる。もう呼ばれた瞬間、うーんみたいな感じに言ってしまって、喋りかけられてしもたっていう、って言ってしまって、でそれでおしゃれですね、ありがとうございますみたいな、もういやそんな私なんかがって気持ちで、ありがとうございますって言って、それね、今なら、今ならハンドマッサージ10分やってるんですけど、ごめんなさい。あんな、こんな威嚇できそうな見た目、こんなんジャラジャラつけてさ、サングラスかけてんのにさ、とか言っちゃった。負けいきなり負け。ただいま。そう、タワマンの住人っぽくちょっと見たけど、ちょっと無理やった。うん、ちょっと話しかけんなオーラ出せずで新聞の見出しみたいに言うじゃん。あふれてる優しさで話しかけんなオーラ出せず、ち
ちょっと話しかけのオーラ出せなかった。うん、工藤さん喉は喉のお薬をちょっと飲んでみまして、もうママの言うこと最初から聞いとけばよかった。7月31日からママにその時からペコちゃんみたいなお薬飲んでって、喉ヌールスプレーもいいしって実はママにも喉ヌールスプレー言われてたんだけど、いや強がってみたんよ、その自然治癒力に任せるみたいな。でもダメね、やっぱりちゃんとお薬に頼るところは頼った方がいいっていうことを学びました。キャッシーさんマイクありがとう。でももう治りかけ。え、そうなの？2部のアンコールの暗闇見てる？最高じゃん。もう腕が疲れた。もうね、すっごい重かった今日の荷物。うん。ふふふ。ほんと、喉痛辛いっす。グラサン工藤です。グラサン工藤でした。イコお疲れありがとう、お疲れ様。でもちなみにまだサングラスあって、それは今修理中、おかんマミー修理に出してるんですよ。そうマミー修理に出してて、だから今度実家に帰った時はちょっとそれをね持っていこう。今からさハガキ書こうよ、ハガキ。このお肉ギフトたち、瀬戸チャレ見てね。中の服気になる？これはねスケスケなんで。お、中の服どうぞ。はい。はあ、タラモマニアさんかわいい、ありがとう。あれ、なっちゃんコンコンかわいい、ありがとう。なに、大事にして、あなただけの体じゃないのよ。面白い。あれ一個お疲れてたよね、ありがとう。お疲れ、え、ごちそうさま、美味しかったかい、満腹かい、ちょっと良いですか。うん、侍なの。そうママ侍。うん、兄にお肉をね、え、なんかありがとう、いい、どういたしまして。何、みんなそんなこんなんで喜びが得れるタイプなの。メール届いたよ、ちょっと待って、兄の住所、あ、商品番号とかも言わんといけない。兄とその彼女に松阪牛ステーキのサーロインをねあげる。確かに細かった、私細い、え、でもなんか細く取ってくれてる人いたくない、めっちゃ嬉しかった。ピロコーさんマイクありがとう。そう お兄様にね、そうそう、お届け先ご住所、待って、商品番号は OK、 行こう、たい焼きありがとう、ステーキ。でも私は今度スーパーで安いお肉を買ってみんなと楽しむ会を開きたいなって思って、行こう、ありがとう、マイクとたい焼きありがとう、おやっきーさんも一個もたい焼きありがとう。おお、お兄さん細かった、嬉しい。でもなんか誰か細く取ってくれてる人がいたからさ嬉しかった。はい、今から郵便番号を書いて、行っていくわ。 What candy did you get me? Marshmallows! 兄様にそう、お肉、あ、みんなは、うん、静岡県静岡市、うん、駿河区の、うん、あ、おうおうおう。なっちゃん、たい焼き、あ、そ
本当みんなに送ろうか。いや入浴日記お休みじゃないよ。ね勝手に寝かせんであげて。はーい、一個マイクありがとう、たい焼きもありがとう。あれ03730899って広島郵便局中央。はい、お届け先ご住所ね。あ、待って、2回も書いちゃった。何々県とかあるじゃないですか。それを2回も書いちゃった。はあ、ちょっともう疲れちゃったよ。そう、広島県って書くとしたら広島県って書いてるのにその下にまた広島県って書いちゃった。わお、ポエさんただいま会社の飲み会中汗。それは汗、頑張って。トモさんハートありがとう。 You're so nice. I left those at the apartment. Marshmallows?スモールマシュマロス。コビトさんイエーありがとう。おやすみなさい。やること終わった。あ、もう寝るの、頑張って。睡眠も大事、健やかに。みんな健やかな、健やかな。どういう、どこから声出しちゃうみたいな。お電話番号は メールアドレスはもう私のでっか。こびとさんイエーありがとう。何、あ、リホチが離席してテンション上がった時に最適。離席してないけん、離席がつく、もしかして。エド、え、これにしようよ。次今からじゃあそれにするわ。イコマイクありがとう。おやすみ、ゆっくり寝て。え、虚無飯最高でしょ。え、待って、私の虚無飯の最高さ伝わった、もしかして。ニューヨークって朝の6時21分なの、めっちゃ早起きじゃん。 Bringing you the bag. The bag? The bag? もう5通も送ったよ。ん、何しようとしたんだっけ私。何かについて調べてみるねみたいな言ったよね。あれ、なんて言ったっけ。なんで私スマホ持ってんの。ニューヨ
の子からキャンディー送ってくれるのかな。キョム飯良いでしょ。やっぽー、やばい、もう私が何しようとしたか忘れちゃった。まあいっか、まあいっか。フォーユーさん、あいまあいまに聞いてます、バラありがとう。あ、はがきの写真送ってママたちに、でこれ合ってるって。サーロインステーキね。前髪は切ったの、もう。これ以上切らない。おでこにメガネ乗せてメガネ探す老人かって言われてる。でもさ、老人じゃなくてもさ、あのやってしまうよね。まあいっか。鈴木秀和さん、レインボースターありがとう。そう、ニキに肉を送る。そう、リアルニキに肉を送るの。住所合っとるってママに聞いてみよう。本マヨにする？こういう人さ、こういうちょっと奇抜なお姉さんおるよね。奇抜めなさお姉さん街にさ、え、街にこういうタイプの奇抜なお姉さんおるくない？ナスビ、私がやったらなんかナスビなんだけど。え、こういうさ、え、大阪にこういう人多いの？ナスビなんだけど。え、シシャモのボー、え、シシャモさんのボーカルさんはこんな感じなの？おるやんね、超面白い。へへ、私の笑い方、へへ、面白い。いいじゃん、かわいい。ほんと？私ウルフにしてみたいけど、まあ勇気ないからやめちゃおう。確かに大眉とか流行ってた時期ありましたよね。え、今日久々にメイクしてさ、ちゃんと可愛い姿をみんなに見せられて嬉しい。だってさ、いつもさ、なんかさ、あのすっぴんで、はい、ごめんなさいみたいな、今日もシャフでしたみたいな、今日は全然家から出まへんでしたみたいな、そう感じでさ、そう言ってたから。新章の色は、うん、自分ではね選んでないけど、あのすごいもうお世話になってるその衣装担当のスタッフさんにね、いつも選んでいただいてて、私は黄色多めです。タラゴマニアさん、かわいい、ありがとう。かわいいってすっぴん好き、違うが問題なし、とびきり可愛い、よかった。よかった、ほんとありがとう。今日はね、デパコスを、デパコスあたりもちょっとなんかちょっといい女風にちょっと武装してたので、デパコスランドたちをこうやって見に行ったんよ。そう、デパコスランド、したらなんか、あ、気になってるやつやって結構あったんで、そう、わかるでしょ、デパコス行くときっておしゃれしたくなるよね。ちょっとで SK2、 ちょっと母になんか、もしもうなんか、母にもプレゼントをしたいなって思って、SK2 とか見たけど、もし肌に合わんかったらどうしようっていうので一旦やめといた、ね、え、すっぴんの方が好き、すっぴん好きの男は多いって、すっぴん好きなの。ほんと SK2、 あ、左半分だけクレンジングしてみる。してみる、どうなるかね。そう、確かにみんなもすっぴんで配信見てるか。
ビンで配信見てるよね。え、やろう。なんかちょっと近寄りにくかったし、なんかこの デパートコスメたちのデパコスの何あれ、なんか近寄りがたいよね。すっぴんとすっぽんぽんで見てるの面白い。あ、でも今私が気になってるのは、でもなんか別にそんな高いのを買ったってプチプラと変わらないんだなと思って、ちょっとやめてる。でもベースメイクは変わるよ、お高いのがいい。でもチークとかそういうのは変わんないから、こっちだけすっぴんみたいな。だからちょっといいやって。でもいい匂いだよね。え、リポソームのナイトクリームだからさ、生き生きしてるんだよねお肌が。高いよね、暑いからすっぽんぽんになるね。でもさ、なんかさ、メンバーとかにさ、お誕生日プレゼントとかでさ、何か物買うとするじゃん。なんかどういうのを選んだらいいんだろうって悩む。そう、おう、おう、中村れのさんですか、こんばんは、飛んできたよって、ありがとうございます。柔道れののトートです。こんなんじゃない、手動、ありがたい、優しい。リップで唇プルンプルン、いい感じでしょ。今日はあのリップオイル、ありがとうございます。そう、お肌に合うとか合わないとかあるからさ。でも今本当に気になってるのはエレガンスのラプードルの粉は、あの乃木坂のメンバーさんとかも使ったりしてるからっていう。なんか私結構乃木坂46のメンバーさん愛用コスメみたいなの調べて、それでなんか見たりしてるんだよ。だからちょっと気になってる。すごい、手動嬉しい。手動で駆動してくれるなんて嬉しいです。手動で駆動ありがとう。能動的に来た。手動コメント多くて嬉しいよ。え、コースで新商品シワ改善。え、私絶対もう30歳とかになったらもうそっちに絶対移ろうって思ってる。今はまだ多分自ら出てくる油とかがあるから、まだちゃんと自分を信じていこうって思うけど、これからもう自分自ら出せない油たちがきっとあるから、だから30歳とかになったらそういうのをちょっと行こうって思ってる。どこ行ってきた？え、あのね、歩いてきた。え、でもニトリ、一番はニトリ行ってきた。手動ありがとう。おばちゃんからまだそう受け取ってない。でもな、いつかちょっと使わせてもらおうって思ってる。ね、なんのキャンキャン。確かに、そうなの？調べてみよう。そうよ、油田、私結構油田があるからね。あ、油いっぱい出てくるって。おじさん油？何おじさん油って、何があるの。そう、アンチエイジング頑張ろうね。珪藻土マット変えました。今夜からあのやっとストレスから解放されるかなってなると嬉しい。でもさ、あれ珪藻土マットってさ、あの干しちょかんといけんよね確か。今から干しとこうかな。嬉しい、手動で来てくれてありがたいです。そっか、そんな時間なのか。夏ってカサカサになりやすいの？マジ？そう、お値段以上。確か、シャワーの水が跳ねるかどうかか。どうやら跳ねるかな。でも最近ボディクリームを塗るのもちょっとなんかサボってて、カビに注意。マジ？
え、ちょっとさ、珪藻土マット、え、お手入れとかしないといけないの？ずっとあそこに置いちょっちゃダメなの？バリーさんラブラブありがとう。そうなの、やばいよ、ラブ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 、カビ取るんかな、なんなんやろうね。おお、なっちゃんもラブラブありがとう。めっちゃタオルぶん回すよ。もうさ、珪藻土マットがさ、吸った水全部吐き出してきたらどうする？急にブエーって急に珪藻土マットがさ、ブエーって吐き出したらどうする？こういうことを私たまに考えたりして、そう、ぷわーって急に珪藻土マットがもうなんかもう珪藻土になるよねって。そんなことないか、ありえんけど、ありえんけどさ、ボワーって吐き出したらさ、もうそう、マットの反乱が起きちゃう。そう、そうなったらどうしようって私いつも考えるんだ。え、でもさ、2年間ぐらいさ吸ってたらさ、もうさ、もう10リットルとかになってんじゃないんって思わん？どうやろ。え、風通しいいところに陰干しした方がいいんだね。オッケー。そう、いや、溜め込んでるかな。吐き出したら、そうね、メールで報告する。八丁味噌の日？八丁味噌って何？八丁味噌ってことね。八味、急に八味発作。あー、冬場か、そうなのか。で吐いて、生きることは呼吸すること。はい、舐めてみいそかけてみいそかいね、舐めてみいそかいね、舐めてみいそやないか、塗ってみいそかけてみいそ、見てないところで何吐き出してるの。バニーのコスプレ、バニーの日か、みんな大好きな日じゃん。今日はハチミーの日よ。ハチミー、ハチミー、ハチミー。ハチミーを舐めると。つけてみーそかけてみーそ。えっ、吸水した分は少しずつ吐き出してるって。なんやーと言いながら前髪を直すやつちょっと待って、ロイボスティー持ってくる。私って普通の喋り方できる？あ、みんな今日の戦利品その2は亜鉛です。亜鉛、亜鉛、うわぁ、小人さん離席中の喜びを、イエスだ、イエー、ありがとう。浦部さん、あ、浦部さんいる。バリーさん、あい、ありがとう。ボヤッキーさん、たい焼き。トモ様、ありがとう。たい焼き、あえん、こんばんは。え、浦部さんいる。じゃじゃん、タワーのお礼。あみやきくま浦部さん、なんじゃツンデレ貴族め、すっごいタワーありがとう。2023年8月1日リコチいません、おるやん、ほらツンデレ貴族ありがとう。あれ、亜鉛、うん、の取り過ぎは銅の吸収を阻害するらしい。知らんけど。知らんのかい。こちらこそありがとう、浦部さん。あれだよね、更新に大事なんでしょ、なんかそういうの見た。でも一番はなんか目覚めが良くなるみたいな。初見かもしれない。あ、初見じゃなかったね。髪にもいいみたいな、肌にもいいみたいな。ありがとう、浦部さん。そう、 ZN、 そう、恥ずかしがり屋さんだったりする。Did you draw that? Yes.
なんか亜鉛飲んだら、そう、味覚障害がなくなるっていうのもあったよ。あとは亜鉛を飲んだら、あの寝起きすっきりするみたいな、力が湧いてくるみたいな。あれ分からん、え、乃木坂46のファンの、乃木坂46さんのファンの皆さん、あの依田さんが飲んでたサプリメントって亜鉛でしたっけ？最近亜鉛を飲み出して元気みたいな、麦中で言ってなかったですっけ。わたやんさん、たい焼きありがとう。偏頭痛対策にもいいんだ。すごい。え、ちょっと確か言ってたような気がする。わかりまへん。亜鉛だったような気がする。それでずっと亜鉛が気になってて、私、え、乃木中では言ってなかったような。え、じゃあ違うか。なんでだ、何だっけ。そう、なんか何かを飲み出して元気になってみたいな、なんかジムの人に勧められてみたいな。馬刺しよね、馬刺し、可愛いって。亜鉛くならんよ、会えるよ。そう、え、サプリ私結構もう寝る前に絶対飲むっていうのをね、割と続けてて。え、量守る。宇田さんは馬刺しか。え、ジムの人になんか勧められて飲み始めたみたいな、なかったっけそれ。私さっきからずっと調べちゃうんやけどさ、待って、タウリン、もしかしてタウリン。さっき私が調べたらタウリンも出てきたから、マジか、やっちまった、タウリンかと思って、ちょっと金タウリンか。これを飲むとなんか、タウリンって何、何、ごめんなさい、タウリンってどんなのなの。タウリン、ごめんね。え、ヘナドリに入ってるやつ、え、つい3日前から飲んでる。あ、ママがイカって言ってくれてる。イカなんだ、イカに含まれてんだ。え、えぐいくらい使えれ、取れる感じする。マジ元気になる。ゲータミキヤくん、ホゲータバラありがとう。え、魚介類なんだ。ドリンク剤に、なるほどね。な、何、タウリンさん、牡蠣にも入ってるの。ポケモンでは攻撃の努力値が上がる。え、そんなのあった、あったの。え、そうね、寝れなくなる、毎朝ユンケル。あ、美味しそう。え、ユンケルって何。タウリンか。亜鉛じゃなくタウリンだった。本当だ。朝に、朝一番にタウリンを飲む。朝は極力タウリンを飲んでラジオ体操。すごい。え、私、そう、亜鉛もいい効果ある？大丈夫かな？インドメタシンって何？あ、そうなんだ。取りすぎ良くないの？元気になるのはタウリンか。ガチ戦なんだ。朝は極力早く起きて朝配信をするしかないな。みやんこ先生、たい焼きありがとう。え、あえ、え、待って待って、亜鉛のありがたい情報、え、摂取した。亜鉛飲み続けたら朝すっきり起きれたと。え、ねえ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 、亜鉛は
筋肉に大事？え、そうね、何も何事もね、取りすぎよくない。鎮痛剤なんだ。え、ねえねえ、亜鉛っていつのタイミングで摂取しよう、調べてみよう。亜鉛摂取タイミング、タウリンか。調べてみた。待って、セクシー男優のイメージ。え、私あ朝夜の方が亜鉛を吸収しやすいって。あ、ビタミン C は亜鉛の吸収を良くする成分、同時に飲むといいらしい。髪の毛にもいいんだ。亜鉛は熟成女性特有の病気の予防に大切。そうなんだ。あ、亜鉛は体内に溜めておくことができないから、こまめに摂取する習慣をつけましょう。いいかもしれない。なんか亜鉛とマカみたいなサプリがあって、亜鉛も入ってるし、マカも入ってる。え、マカって思って、もし私なんか一日なんかもう元気になりすぎちゃってみたいな、もうなんかへーみたいな感じになったらよくないから、それはやめといた。マカって思って、え、なんか違う、なんかちょっと違う意味で、なんか違う、なんか違う意味でなんか元気になったら困るなんかそう、え、マカって思ったからやめといた。そう、なんか芽吹きになっちゃうみたいな、もうなんか違う意味で、そう、え、そう男性ホルモンがゴリゴリに出てしまって、なんか私はもうなんか良くないみたいなったら、やめとこう、それはやめとこうと思って、そう、え、マカって思ったのよ。なんかマカってなんかそういうあれじゃ ないよなみたいな、なんかそう、ひげが生えてきたら困るし、なんかでしょ、なんかあれって、なんかちょっとなんか高麗人参とかあるじゃんなんかそれでなんか違う元気になったらちょっと困るからやめとこうと思って、亜鉛だけにしたそうはい、で結局亜鉛を、じゃあ今夜は亜鉛を飲みたいと思います。そうごめんなさい。亜鉛は粘膜を保護するビタミン A を体内に喉に留める効果がある。喉の痛みを緩和してくれる、本当に最高じゃないか。うん、ごめんなさい、盛り上がっちゃって。そう、ヒゲが朝配信で、あ、ヒゲが生えてきました、シェービングクリーム、ブワッグイーンだったらちょっとやばいから。でもあと、あの昨日ですね、私ピルクルのミラクルケアというものをね、あのゲットしまして、あ、ゲットして飲んでみたんです。そしたらもうすっごい眠れて、なんか夜にそれをね一パック飲んだんです、チューチューチューって。そしたらもうすっごいよく眠れて、私朝方結構目覚めがちだったんですよ。そうとか、なんかたまになんか夜寝るのが遅くなって、ナイトケア、あ、ナイトモードをなんかあのせずに、なんかあの寝落ちることがあって、よく忘れずに寝てしまうことがあって、でそれであの朝方なんか連絡とかが来て、そのブーブー音で起きちゃうことがあったんですよ。だからそれがちょっと困ってて、でそれでちょっとピルクルのミラクルケア、そう、10本入りを帰りにスーパーで買って、え、待って、安くいるじゃん、タワーのお礼したい。で買ってみて、でそれで今夜それで寝たいと思うんですけど、昨日の夜はそのセブンイレブンに売ってるタイプを飲んでみて、でそれでもうすっごい眠れたんです。9時間1回も起きずに眠ったんですよね。そうなの、9時間1ミリも目覚めることなく寝てたんですね、私。そう、強いでしょ、だからちょっと気になって、ちょっと今日もそれを飲んでみる。そう、
から毎日飲んでる。どう？全然お買い得だよね。え、寝起きでも今朝はね、寝起きが悪かった。だってさ、今朝は宅配便にピポーンで起こされたから、そう宅配便に起こされたからもうみたいな感じだった。え、でももうずっと、なんかもうずっと寝てるから怖い。逆に大丈夫かなって感じなんですけど、今日も楽しみ。時間指定午前中だったんですよ。確かにノーマルピルクルじゃあかんみたいね。そう、大爆睡だった。そう、薬膳より全然お買い得だね。10本入って400円もしなかった。リコちゃんはね、山口県出身だよ。工藤の絵引っ掛け入れたい。あ、2時間睡眠。あー頑張って。そんな時もあるの？ぐっすり眠れる？寝れる時寝ていこう。そう、もう絶対寝坊とかしちゃうよ。リコチウチは栄養ドリンク飲みすぎると眠れなくなっちゃう。マカは美肌やアンチエイジングにも効果あるの？じゃあ30歳になったらちょっと試してみようかな。マカ待って、私さ、ヤスくんいますか？ヤスくん7月22日にもらったかき氷タワーのお礼がしたいです。30過ぎたらアエンマカ飲む、アイドルになる。で30過ぎたらリポソーム使い始める。わたやんさん、レインボースターありがとうね。それとタオリンね。すごい、全然寝れる、強い、いいって思った。今朝はカフェラテ飲んだから割となんか元気って感じだったからよかった。目覚め、寝まくりマンだからちょっとよくなくって、だからちょっと今日は瀬戸チャレ見てその後すぐ寝ようと思う。あやは女性ホルモンの分泌、促す効果ある？つまりは女性らしくなる？まだ若いもんね。ねえ、やすくんいない？美容によくね、生きていきたいと。あとはちゃんと風邪薬も飲みました。そう、風邪薬飲みました。やすくんいない？ね、瀬戸チャレ楽しみね。深夜ラジオ聞かないね。でもさ、気になってるのは気になってるのは霜降り明星さんのオールナイトニッポン。マカ飲んで元気になれたらいいかなと思ったけど、まだ必要ないね。ヤスくんいないって。色塗ってて可愛い。いない感じだね。これはまたのチャンスやな。割とね、タマのお礼したいんですけどね、いらっしゃらないっぽいです。SNS なんてなかった。リコチン摂取して戦利品いっぱいゲットした。ルルで風邪治してほしい。ルルの一番最初にさ、喉の痛みって書いてたからさ。だからきっと治るよ。予定は治ります。でもちょっと常備薬としてね、常備しておこうと思った。その常備薬コーナーをちゃんと整理整頓しておこうって思った。私の常備薬コーナーがちょっとあまりにもごちゃごちゃなので。リコちゃん、お利口さんのビタミンって必須ビタミン。リコちゃんは取りすぎるとちょっと元気になりすぎちゃうから、なんかちょっと高揚感が出てきて、でそれでちょっと足りなくなったら
ってちょっと禁断症状出ちゃうか。 What are you doing the rest of the night? Taking a bath. Organizing my stuff.Working out. That's it. Watching anime. 喉イガイガしてルルルル飲んで喉スプレーシュシュしたらいけるね。たださ、喉ヌル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 スプレーのキャップがどっか行っちゃった。本当に。テコチン不足は禁断症状出るよね。え、喉ヌル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 スプレーのさキャップないと私ちょ困っちゃう。マソトレーニング、マソトレ、マソトレする、マソトレ。リコチン再摂取しなくても顔見るだけで摂取できるの？すごい、すごい。ラップしとけばええか。ラップし、あ、ラップね、オッケー。さすが。みんな、みんな優しい。ラップしとき、優しい。うん。そう、血液型不明。あー、マヌカハニーのアニメちゃんとかいいね。リコピン毎日摂取してる？トマト食べてる？えらい。エアタグ、亜鉛は脂肪を燃焼してしやすくしてくれる。めっちゃいいじゃん、めっちゃいいやん。めっちゃいいじゃん。今日は、うーん、今日はまあゆっくりお風呂に浸かりながらネットサーフィンかスラムダンク見るか したいかな。じゃあ工藤の定型文を変えていこうと思います。でもこれつけてるからちょっとこれでお風呂入ると大変になっちゃう、大変なことになっちゃう、大変だ。大変だ大変だになっちゃうから、本でも持ち込もうかしら。どうや、変えてみた。ていうな、ゆっくりするわ。リコチンの服装は休日に、そろそろゴリラ配信ある気がするって思って、主婦生になり、主婦生なり、体重が増加する。なにそれ。そんなことあるの？ B 型っぽいよね。私ちょっと B 型感あるよね。お、あるかもって。こびつさん、イエー、ありがとう。世界が終わるまでは、マジこの歌良すぎてちょっと泣きかけるんよな。テイカーさん、たい焼きありがとう。デブショー、デブショーって何、デブショーって何、どういう意味なの。亜鉛は味覚のミネラル、味覚が普通になってちゃんと美味しいもの美味しいって感じられる。あー、え、私デブ症なんだけど。お友達じゃん。私もさ、デブ症でさ、何々部署めんどくさがってしない人。あー、デブ症、デブ症。あー、すごい、そんな言葉があるんだ。感動してる。仲間なんだけど。旅人
とデラックスさん、ありがとう。 DX さんか、ありがとう。ジュース、そう、私もデブ症だけど今日は歩数ちょっとちゃんと歩いて、ちょっとあの健康になりたかったから外出た。うーそー、いつの間に、いつか定型文変わるさ。リフレッシュしたらいける。リフレッシュ更新、え、飲み歩くこと減った？こっち配信見たいけ。さすがや、家派だよ。今日は7800歩ぐらい歩けたよ。あと200歩で8000歩行くんじゃないって感じだから、やったねって。7800歩、あとにデブ症、デブ症、デブ症候群で、デブ症、デブ症、デブ症ですか、デブ症。ハッスルマッスルの呪いは解けたよ。200歩なら配信中に歩けない人間今足踏みしてるからこう見えて疲れた。今日はもう歩くの疲れちゃった。もう重たい戦利品たちをこうやって、デブショー、ハラショー。亜鉛は肌や髪の健康維持にも効果ある。今日さ、瀬戸チャレ耐えきれるかしら。あ、今日はディフューザーをの枝を買いました。だから多分いい匂いが広がってくると思う。固定コメントね、今更新したけどどうかね。リコチンでも好きなぐらい配信どう？もう1時間ぐらい経つのかな、みんなと。昼に結構やったよね、きっと。分からんけど、私的にはもうバタバタしてたから1時間とかやってた気がする。え、1879ステップしかしてない。でも7000歩でもすごいよ。お、えど、そう、ポッキー刺すか。そう、ディフューザーの、とりあえずとテレビの目の前にさ、ディフューザーの枝置いてるからさ、これアーナからもらったディフューザーなの、実は。でもったいなくて使えてなかったけど、もう使わない方がもったいないから使ってみた。枝どっかやってるから、枝ちょっと今日買ってきた。どうなるかね。確かに白たくさんつける配信やった。え、本当にもうマジでテレビの目の前にあるから良くないって思って、ちょっと後ろの方に変えようって思ってるよ。だってトイレテレビ見れなくなっちゃうもん。私さっきからテレビのことトイレって言いかけてた2回ぐらい。そしたら本当に言い間違えた。え、2万1000歩すごい。リュウク可愛い、ありがとう。かいリュウクさん、ありがとう。竹串じゃダメなんかな、何の香りか。これはアーナからもらった、なんかウッディーみたいな、ウッディーコンテンポラリー。でもなんか
テレビの棚のところとかほこりたまってるからちゃんと直してあげないとなって思ってる。バースもありそう。ウッディやったらうまい。まつげかわいい、嬉しい。トイストーリーのウッディの香りってどんなに、なんかちょっと土臭そう。あの砂のところいるから嬉しい。今日はいつもと違うマスカラ、でもなんかもう塗りすぎてなんかもうダマになってなったからちょっとやめた。ちょっと次から違うマスカラにしようと。え、じゃあ今からネットサーフィンをしていきたいと思う。私の趣味のネットサーフィンをするんですけど、私あのツイッターでほら、あ、目覚めあえんとか書いてみたもん。それの声かからないね。富士山登るの何歩だいけるんだろうね。そう X で、そう XXX で、そう例えばマスカラおすすめみたいな風にエゴサーチっていうかサーチするんですね。あ、ミルクタッチのマスカラいいらしい。やっぱミルクタッチよね。ローズブラウン出るんだ。ほんのり赤みで目元の血色アップできそう。まつげをグッとボリュームアップできるかで上品系アイメイクにもおすすめって。ミルクタッチいいですね。あ、ロム&いいね。カラーマスカラが人気ですね。ちょっとまつげのなんか好きを出したいからカラーマスカラが多分ね。まつげが真っ黒でもうバッサバサよりかは透明感が最近はメイクでも求められてるので、それで多分そういうのが人気なんですかね。え、でもやっぱウォン・ジョンヨでしょ。ウォン・ジョンヨじゃない。これ私みんな何聞いてるのってなら、顎のラインシュッとしてる、やったね。りょこちん何言ってるか分かんないけど楽しそうだね。今特にでも欲しいコスメはないんですね。髪の毛のボリュームアップがいいってマスカラで、そう X って言えないよね。 X って難しくない？ X、 まあでもミルクタッチいいな。ブラウン、ローズブラウン気になる。これかな。じゃあ次は、え、でももう、全然そんぐらいしかもう私今知りたいことない。寝起き、目覚め良い、目覚め良いで今からペケペケにするわ。目覚め、キューピーコーアの水色の粒を飲んで寝るとめっちゃ目覚めが良いと聞いて試す。へえ、休息したい体にだって。お休み前にも処方できる、カフェインゼロ。へえ、なんで自撮り？あ、今日は目覚め良かったよっていうことか。あ、おはよう系のツイートが多いですね。あ、ストレッチをして寝ると目覚めが良くなるらしい。あとはポケモンスリープについて、お、 3D ゲル枕がいいらしいよ。はーん、これ広島じゃね。あ、全然広島じゃない、全然広島じゃなかった。うーん、よくわかんないやっていうのを私結構趣味でやってます。何今のそう、え、やばい、寝坊したい。耳もめ、もみみもみ、耳もみじゃんけん、耳もみじゃんけんってこと、ミニモニ、なるほど。確かに危ない、危ない情報も気をつけますね。そう、こういうのを趣味でやってます。し、本当に趣味ネットサーフィンかも。
耳もみじゃんけんか。耳もみじゃんけんするわ。じゃあもう 歌えない。好きだけど。生まれる前なの？耳もみよこ。あーネットに頼らず。勘違いして休みの日を仕事の人やばい寝坊したって。なるほどね。一瞬で目覚められる。え、つべ見るよ。つべ、ようつべ、ようつべのあのそういう美容系もあさったりするよ。そしたらもう知らぬ間になんか時間過ぎ去ってること多い。割と私美容の情報収集とか好きなんですよ、こう見えてね。つべ好き好きだよね。何のコスメ動画？そう、美容系漁ったりします。つべのつべの美容系。そう、割と私はあのニューハーフ系が好きで。わかんない、え、わかんない、ニューハーフじゃないよ絶対。多分オカマ、なんかちょっとあの男性がやってる系、なんか男性美容オタクの男性がやってる系が私好きで、あの映画チャンネルめっちゃ見てます。え、あの映画ちゃんじゃないですよ、美容の映画チャンネルなんです。そうそう、なんかその人すごいあの努力 して。ヨウツベって星なの？ヨウツベ、ヨウツベって悪い言葉な。そう、でも多分エガちゃんはじゃないのかな、多分違うけど。でもいいか。え、トラックってあのトラックヘアオイル使ってる。え、エガチャンネルめっちゃ見る？友達じゃん。この人のなんか成分のせい、ん？スキンケアの成分とかすっごいあの詳しく言ってくれてるから。だからあ、うつがダメなの、確かに。え、不適切、あ、スラング系だから。え、そう、絵代わりとかやってるよね。もうそれで買ったりしてる。ホワイトは近がち、イエーイ。お礼した。2時50分しかね。そう、アゼライン酸ジカリウムみたいな、そういうのを見て学んだりして、あ、赤身にはこれがいいんだと、ニキビにはこれがいいんだみたいな、そういうのを学んでる。じじゃーん、ホワイトはチコ勝ち。え、ネックレス可愛いでしょ、でしょ。ホワイトはチコ勝ち。へ3、え、バンドガールクマちゃんありがとう、いつも私のこ、私への愛溢れすぎ。ホワイトは200人おるんやで、キャー。20238月2日リコチ、ホワイトは200人おるん、ありがとう。昨日やったね、ネックレスかわいいの。明日もこのネックレスをつけてある女の子とデートに行こうと思っています。ホワイトはチコガチありがとう。え、あいあいさん見る、絶対見る、コスメ配信してるんだ、絶対見る。ありがとう、ホワイトアチコガチ。白ってな200色あんねん。こちらこそありがとう、照れてる、ありがとうございます。照れてる照れてる照れてる、ありっこり。でも何がいいかって、やっぱり皮膚科に通うことが一番いいんだなって思いました。ホワイトはチコガチありがとう、ありがとう、こちらこそありがとう、ハートもありがとう。バンドマンガールありがとう。ありがとうございます、もういただいて嬉しいです。そう、医学はねいいなと思った。オメガ3とかオメガ6、オメガ脂肪酸、オメガが大事なのか。なるほどね。ちょっと最近美容モチベ高いから頑張っていこう。
テレ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 になっとるやないか。え、わかる。美容皮膚科のレーザーのか、え、気になるんよね。でも広島って美容皮膚科あります？そう、継続する。みんな不正解ですね。工藤、本物の工藤、正解者いませんね。あ、アマニ油確かになんかかけるといいみたいなね。あやねも言っとったなって。皮膚科、美容皮膚科も行ってみたいけど、いいところ、近いところでいいところが分かんないから。私はどう、そう、保険聞くのかなとか、ちょっと高級、ちょっとええとこって感じだから、ちょっと手出せずにいる。そう、ちょっとええとこやな。うるさいね。焦った。ごめんなさい。美容外科、美容皮膚科保険がやっぱ効かないね。ごめんなさい。皮膚科あるかな。リコちゃんまだ小児科なんだ。シミ取りかな、ほくろ取りかな、イボ取りかな。イボっぽそう、いやシミっぽそう。保険効くんだ。私さ、そばかすが気になるんやん。でもえっか、腕もう大丈夫。え、イボでした。めっちゃおもろい。しゃっくり、電気室座ってるの。え、かわいいよね。え、お姉さん感あっていい。じゃあそう、ほんとドッキングワンピっていうのか、これやった。あ、トップスです。いや、これトップスです。分かれてますこれ。え、そうなんだ。おお、なんかたくさんの方が訪問してくれた。イボでしたって。面白い。ちょっと気になるな。でもまだ気にしなくていいか、まだ気にしなくていいかな。でも結構ツイッターって有益な情報であふれているので、そういうので調べてネットサーフィンして時間を無駄にするっていうのが私はねすごい好きです。時間をね溶かす。でもお風呂入りながらすることが多いから、ちゃんとお風呂でちょっとなんか汗を出しながら、そう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 、だからいいこといいこと。お化粧口は美人になるから困る。キュルルルンね、探し方次第。でも気になる皮膚科さんがあって、でもそれはめっちゃ遠い。東京駅より遠いわ。めっちゃ遠すぎる。広島駅より向こう側にある、なんだろう、なんかそう、なんか車で行くようなぐらいの距離にあるから、それはなんかそう。え、嬉しい。お姉さん感嬉しい。出てる。え、ふやけるふやけるふやける。そうそう、なんかなん、あっちの方、東広島方面なのかな、わかんない。ここが何広島なのかもよく分かってないんだけど、4年間住んでて。
でてここが何広島かよく分かってないけど、そう遠いところにあって、でもそこはなんかメイクさんがね、なんかこの子あのこの皮膚科さんはみたいな、あのそうそうこの皮膚科はみたいな、花嫁がもう花嫁たちが最終的にあの最終兵器としてなんか使う、なんかもう駆け込む皮膚科って言ってる。だからそんぐらいなんか、花嫁さんが行くならそう駆け込み寺、そうだからそれぐらいいいとこらしいから、そう信頼と実績でしょ、すごい、そうでしょ、そうだから気になってる。でもみんながほんと良かったっていうらしい。水木さん結婚してどうしようか結婚するんだ、あじゃあその私がもうみんなに結婚してって言われまくったらそこに駆け込むわ、結婚する、もう最終的に最終兵器としてそう駆け込むの。ほんと皮膚科いいよ、皮膚科あれ広島市なの、わかんない、なっちゃんコンコン結婚して、じゃあちょっとその皮膚科通う、また今度通うわ、また今度通うわわせかよわね、つまり結婚はせんね、そうね、その日が通い始めたらもうあの刺してほしいね、刺してください、そう駆け込み寺、うん、なんか子供らしいよみんな、花嫁が、昭和らしい、とりあえず遠い広島の地名まだ全然分かってないや。今日の前髪好き？すこ？嬉しい。パッツン。無人島に二人きりになった時はよろしく。何が？その休暇に行きましょうって。無人島に？うん、そして。いやあ、口熱い、上あご、ふう、やけど、かわいそう。皮膚科でもなんか、うん、しょうがない、あ、ヒバゴン伝説のところ、ヒバゴンネギ今日買って帰りました。そう最近遠くの皮膚科に通い始めてって言い出したら、あ、そう思って、え、でももし私が卒業しますってなって卒業ドレス着るってなったらその皮膚科さん行って私はもう全身ケアするね、まあ半年間ぐらい通うことにするわ。うん、通うことにするね。何飲んでるの？ルイボスティー、もしね、美容点滴今日はしてきましたみたいな、もうすごいメールいっぱい送るけ、今日はみたいな、点滴を打ってきました、ここに点滴って、寂しくならないで大丈夫、まだ近くの皮膚科さんって、何にもしない美容というものを今はね、そう近くの皮膚科さん、ほんとすぐ近くの皮膚科さんで一緒に頑張って、何にもしない美容、ライスで待ってる、だって寂しくならないで大丈夫だよ、大丈夫だよ、うん、お肌が綺麗になったらフラグが大丈夫だよ、近くの皮膚科さんで、そう塗り薬もらってるから、何にもしない美容というものをね一緒にしてる、もう何にも、その先生曰く化粧もするなみたいな、メイクもポイントメイク、洗顔はもう顔洗うのは水だけ、もう皮膚あの日焼け止めも塗るなみたいな、かいでしょブレスレット、そうでもそれはちょっとあの全然言うこと聞いてなくって、全然もう全然化粧水とか塗るし、あのそうメイクも全部するし、洗顔とかももうブーって
するし、これは留学先で買った、私が高校2年生の時。いいね、いいセンス。そうでも全然してるし、化粧水も塗ってるし、なんならクリームとかも塗ってるし、でその上に皮膚科でもらった薬をピッて塗って、それ割といい感じになってきました。そうポイントメイクは、そう嘘、え今日お姉さん感強いってめっちゃ言ってもらえて嬉しい、嬉しい嬉しいに帰った。そう自然治癒力を活用するタイプ、全然バリバリ使っててごめんって感じ。メイクさんでも可愛いって。留学ってどうですか、アバウトの質問すぎる。えでもなんかちょっと違う地で違う自分に出会えるというか、なんか新しい自分になれるよ。うんもうはーいみたいな、生まれ変われる、かぶれられるよ、結構かぶれますね、はーいみたいな。でも私はもう全然行かなくても、全然もう留学しなくてもサングラスとかかけちゃった、はーいって。夏の日差しがちょっと強すぎてみたいな。そうそう、ネックレスもニュー可愛いよね、ちょっと華奢な感じが。全然もうニューヨーク日記、みんなニューヨーク日記よ、はいみたいな。美人お姉さんだって嬉しい。アメリカはシアトル、間違えた、ポートランドとシアトル、な間違えてなかった、ポートランドとシアトルに2週間ぐらいと。自然治癒、ヒルドイドいいね。ヒルドイドさ、ヘパリン類似物質がさすごい保湿してくれるからいいよね。指輪威嚇、あ指輪威嚇したよ、でももう手洗ったから取っちゃった。アフロにして帰国やばい、もうめっちゃかぶれとるやんってお肌もめっちゃ焼きまくるみたいな。そうオレゴン州、うん新婚旅行どこ行くか、うーんニューヨーク、なんかでもそうあっちじゃさーみたいな呼び始めるけ。あスタバ1号店行った、その時のマグカップ買いました。でもタンブラーとかも買えばよかったなって、だからまたシアトル行きたい。そうえ NBA の街なのポートランドって、全然知らないんだけど、なんか私はなんかお散歩できるところみたいな、なんちゃらトレイルみたいな、オレゴントレイルか。確かにあんまメイクあんま濃くないと思う。あ宇宙センターいいね、シアトルのあの宇宙違えた空港みたいな、そこ行った。そうそうなのよ。でもね寒かったね、確かにめっちゃ鼻声今。英語どうやって覚えたの、憧れる。英語は好きだったから多分覚えられた。でもあの頃はやっぱ若かったからさ、ちょっとのやつですぐなんか上手くなってたけどさ、今はもう全然よね。あの頃のなんか好きはものの上手なれみたいなさ、もう返してほしい。今全然何にもない、はいはいぐらいしか。まだまだいけるよね、あの頃は若かった。そう好きこそものの上手なれ。お洋服かわいい、嬉しい。今日はちょっとおしゃれなお姉さんになって行ってきた。え、わかる、英語しか喋ったらダメです、もう日本語喋ったらはいアウト、即帰国みたいな、即帰りますみたいな、そういうところに身を置きたいよね。サンフランシスコ、お侍ちゃんと話してた難しい言葉は学校で覚えた。私結構ガチでお勉強頑張ってたから偉かったんだよ私って、学生時代だから。そうだから割と学はあるあるある、ちょ
名残があったのさ。勉強頑張れ、でも先生がみんな面白かったから勉強頑張れた。そう、勉強の楽しさを先生たちがみんな教えてくれたから。フローズンチョコマンゴー、えねえ、私さあれのさブルーベリーの周りにチョコがかかっとるフローズンのやつ試してみたいのよ。大津のこも、大津のごもる、大惚れごもりましたか。学のある女の子好き、嬉しい。インテリジェンス感じてますか。でも全然私そんなあれよ、賢くないからちょっと頑張ろうって。そう、勉強の仕方が分かったら分かった。えブルーベリーいいな。えバナナもさなんか売ってた、全部3種類さ、全部なんか兄じゃない。待って、兄から連絡来たから3週、今日の1週間2週間3週、あじゃあ8年じゃなかった、まあ午後でいっか、午後にしてあげよう。お兄ちゃんにお肉を送るための、8年後の8月になってた、危ない。兄じゃから。浦部さん、たい焼きありがとう。酒焼き、ここってさっき酒焼きって言うの。家族はね、ライブ見に来てくれたりした。花だれ公園の山口県であったやつは親戚もみんな見に来てくれた。うん、え嬉しい。まつげ、でもマスカラさ新しいの欲しいってなってるの。何がいいかな。あ、ランコムいいな、今持ってるやつ。ランコム明日塗ってみよう。浦部さんありがとう、たい焼き。じゃあちょっと3週間後にお兄ちゃんに届くようにします。私がオッケーラッコですって言ったらありがとうパンダですって返ってきたね。まつげさー、えキングダム教えてもらってるわ。キングダム調べる。速乾、おー交換してくれるの嬉しい。え絶対いいじゃん。え束感ができるのね。束感だった、速感じゃなく。うん。確かに兄弟だなーって。うん、束感。両方ちゃんの目好き、嬉しい。大人の頑張る初めて聞いた。浦部さんたい焼きありがとね。言ったか。かゆかった。それは良い。ランコムってね、チョポコさんの代名詞的存在。じゃあ個人情報保護シールでこれ隠して、この情報
オッケー、隠してあげてポストに投函しよう。おいしく食べてねって。オケラッコはフィリピンの言葉よ。オッケーって意味。あいもオッケーって意味よ。おう、貴族だ貴族だ。 NRR0023 サンソンさんバリーマニョチ、サンソンさんバリーラブラブビーム、コビトさんイエー、サンソンさんハートありがとう。気になる。ちょっとコスメ欲求さ高まってきたからさ。え、あ、フォーユーさんおかえり。ただたたたるただたい焼きありがとう。ありがとう。毎日たい焼き、サンソンさんハート、 NRR さんたい焼き、バリーさんマイク、うわーすごい。宛先に保護シール、宛先じゃないや、危ない。自分たちの、あ、自分の住所にね。よーし、オケラッコです。オケラ、あ、そう、オケラッコ、なんかオケラがオッケーでオケラッコがついたらアイムオッケーらしい。ヒエー、どういう仲なの。リコチショールーム来てくれてありがとう。じゃあ皆さん今日も私にお付き合いいただき誠にありがとうございました。今から行くのは危険か。明日もし早く起きれたら朝散歩のついでに行こうかな。ラッコチ、ラッコチはこれホタルの光、やばい、ホタルの光が流れ始めた。終わりだね。窓の月、窓の雪、ストーチのお日様さんラブラブありがとう。ラー、危険ってほどじゃないか。日本の治安なめんなよって。トゥー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 、本日も工藤理子のショールームをご覧いただき誠にありがとうございました。トゥー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 、カズさんお疲れありがとう。あれ、カズさんにタワーのお礼したよね、できたよね、私してるね、してるね、してるね、してるね。なっちゃんハートありがとう。じゃあ閉店でございます。カズさんミラボありがとう。こうやってミラボありがとうって言っておきながらこのチャームポイントのブレスレットをアピールするっていう、ちゃっかり。どこが一番綺麗かな、ここら辺じゃない。え、可愛いって嬉しい、可愛いって言ってくれるからだよ。コベトさんイエーありがとうと言いながらこのブレスレットをアピールするイエー。ズーデさんマイクありがとうと言いながらこのブレスレットをアピールする、ちゃっかりちゃっかりアピールするね。色が素敵だよね、可愛いよね、嬉しい。ブレスレットいいよねMP 回復しそう、確かに何度でも言います。フォーユーさん、あ、やばい、イエーありがとう。左手でやる右手でやろうとしたけど左手でやる、何。いや皆さん今日も私の配信を見てくださってありがとうございました。そう、腕を上げたね、これ本当の本当の。じゃあ明日も
亜鉛を摂取して明日目覚めるのを期待しておきたいと思います。でピルクルのミラクルケアを飲んでぐっすり眠りたいと思います。ツーデさんお疲れありがとう。亜鉛飲んで寝るね。目覚め良くなるんかな、楽しみ。でもピラクルのピルクルのピラクルはあれや、川魚や。ピルクルのミラクルケア飲んで、ま、爆睡するか亜鉛で目覚めるかどっちかよね。白書のくせアシカの白書言われた。うん、でも今夜の瀬戸チャリ広島編を見て寝ます。会うよ、みんなと会えるよ。また来てください、私の配信。ピルクルで落ち着くよ。あれ、期待しておきたいけど会えに会えんかったら辛い。うん、やばいやばい、一撃二連。うん、やばい、アシカだったのか。じゃあ皆さんありがとうございました。ケルピースでアピール。ありがとう。ピルクルのミラクルケア、ピルクルのミラクルケア、ピルクルのミラクルケア、むずいわこれ。おやすみー、おやすみー。ん、39位からいきますよ。終わらないと言われて。39位からいくよ。3丁目のハゲテルさん、コロネさん、ソニーさん、ケイクワトロさん、ネコジタ監督さん、フォーユーさん、エスピモンさん、タダチーさん、ヨモリンさん、チャンタさん、ユーノくん、オリちゃん、ソロナルさん、ガチーさん、タカヒロマックさん、タカちゃん、熱風バサラさん、ナポリンさん、シルニジピンさん、ヒラリさん、サンソンさん、日立三号さん、シューリアさん、ワタヤンさん、ディーさん、ヨーくん、ストーチのひさまさん、馬ひとすじさん、野口さん、マシャさん、ハヤトくん、なべなべ所長、いこう。そして本日の秋元先生枠は浦部先生です。ありがとうございます。おやっきーさん、なっちゃん、ありがとうございました。そして本日のメルヘンチェンジ第3位はデュークさんでした。デュークさんありがとう。第2位は小人さんでした。小人さんありがとう。そして第1位はバリーさんでした。バリーさんありがとう。ありがとうございます。みんな今日も私の配信見てくださってありがとうございました。みたらし団子の日、サクちゃんサクちゃんじゃん。バーリーさんお疲れありがとう。なになに、プチ小人さん、イエーありがとう。イエーありがとう。おやすみみんな。イエーありがとうみんな。じゃあ今日も喉のご自愛しまくりますわ。ありがとうございます。じゃあ ZN 飲んで寝ます。配信見てくれてありがとう。またメールで送りたいと思います。後ろさんお疲れ。はい、もう終わっちゃうの。元気元気、ありがとうございました。健やかにみんな、健やかに最後までブレスレットアピールを忘れない。ちゃっかり嬉しい。カメコ写真楽しみ。嬉しい、皆さんがねカメコしてくださって、私のことすごい可愛く撮ってくれてるから。カズさんありがとうありがとう。じゃまた明日ね。何楽しいの、耳と左指、イエーありがとう。ホワイトチコがチャーターリー、イエー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 ありがとう。じゃあね、調べてくれてありがとう。何の日か、もういつかしれっとやめてもいいんだよ。Eメールさ、そうだよ。じゃあね、えいえい、おー、バイバーイ、また明日ね。おつっこりー、バイバーイ。ピッピー、めっちゃ顎しゃくれ。